8月26日,日本時間の27日に開幕するパリ五輪。日本テレビは櫻井翔、テレビ朝日は松岡修造、TBS は Q ちゃんこと高橋尚子、フジテレビは卓球の石川佳純など、各局ともキャスターに力を入れているが、異彩を放つのがテレビ東京だ。応援隊長に就任したのは、あのリアクション芸人の出川哲朗、60である。 業界からは早くも、やばいよやばいよと心配する声が上がっている。写真を見る、え、女優さんかと思った。富士に起用された石川かすみ、いつもと違う姿、が美しすぎるアスタリスクアスタリスクアスタリスク。もちろんテレ東だって出川だけに任せるわけではない。メインキャスターには2021年の東京五輪、卓球混合ダブルスの金メダリスト水谷淳、35。 フィールドキャスターには2016年のリオデジャネイロ五輪、バドミントン女子ダブルスの金メダリスト高橋彩香、34、ガイル。民放ディレクターは言う、テレ東が中継する卓球男女シングルス、バドミントン男女シングルスのための人選でしょう。ただし、テレ東は他にもバレーボール女子やサッカー男子、陸上の競歩混合リレーといった競技も中継する。これらはどうなるのでしょうね、それこそ。 わざわざパリにまで出向く出川の出番ではないのだろうか。彼は13日にテレ東で放送された冠番組、出川哲郎の充電させてもらえませんか。の中で、ゲストのお笑いコンビオードリーのかすが明きに、応援隊長に就任した思いをバイクに乗りながら無線でこう語っていた。出川、テレ東さんを代表して、応援隊長となって、日本を応援しにパリに行くのよ、かすが。 カスがああ、いいっすね出川、だって、いつもね、さっきもね、バイクで到着する自分たちを、みんなが待っててくれて、俺らを応援してくれるわけじゃないですか。俺が応援する番なのよ、今度は。カスがカスがのふんまで。テレ東はなぜ、出川を起用したのだろう。テレ東の出川頼み。テレ東と出川の蜜月ぶり、テレ東の出川頼みは、業界では有名です。 彼は野球好きで、プロ野球ではヤクルトのファンとしても知られている。テレ東でも芸能界オールスター草野球やプロ野球順位予想といった特番でメイン MC を務めているほどですから、スポーツとの馴染みもあるということで起用されたのでしょう。もっとも、スポーツ全般に詳しいわけではありません。テレ東が中継する競技をどう紹介していくのか、不安があります。 テレ東のパリ五輪の公式ページで出川は現地パリでは特設スタジオを飛び出し、競技会場で直接取材する予定で、選手たちにはパリで大暴れしてほしい。とエールを送ります、と語っている。出川が直接取材、想像するだけで面白そうだ。まずはスタッフが競技のルールや日本人選手などの資料を用意して、出川と打ち合わせをすると思います。日本人選手以外にも、 他国のライバル選手や有力選手の情報も知っておかなくてはいけない。出川が日本人選手を取材、紹介する役割を担うとなれば、スタッフとの入念な情報共有が重要でしょう。出川といえば滑舌があまり良くなく、加えて耳も遠いので、聞き間違いが少なくない。失礼ながら、何かやらかさないか心配という声も。頑張れ、頑張れ、と応援するだけなら、 競技や選手の基本情報。そして出川が気になることを彼の言葉でまとめる作業。彼のキャラを生かした応援の仕方などをスタッフと打ち合わせればいいと思います。ただ、それでは出川らしくない番組になりそうだが。